おかみ変わったんだ。この季節ボリューミーな鶏天にタルタル、仕上げにゆず、最後に元気になれと心を込めたタルトリ天ぶっかけうどんだよ。元気出てきた。心のうどん丸亀製麺。いらっしゃい。この暑いと食欲が。そういう時こそ焼きたての牛盛りをドーン。最後に暑さなんて吹っ飛ばせと心を込めた牛山盛りうどんだよ。トドさんも美味しい。ツルツル入ってくるの。心のうどん丸亀製麺。いらっしゃい。食べたことのないもの。それなら霜降りひらたけに山椒の香りを牛肉と。最後に好きになってねと心を込めた牛肉ひらたけしぐれ煮ぶっかけだよ。ご隠居歯ごたえが、うん、心のうどん丸亀製麺。よかった。あ、ゆりちゃん来たよ。この季節のおすすめはクリーミーな担々スープに肉味噌、ラー油、最後にいっぱい汗かいてねと心を込めた旨辛担々うどんだよ。あー、癖になる味噌。心のうどん丸亀製麺。よかった。冬といえばプリップリの牡蠣をなんと7個も。最後にあったまってねと心を込めた牡蠣尽くし卵あんかけだよ。あかん、あかん、芯からくるわ。心のうどん丸亀製麺。プリップリでしょ。カニの季節です。豪勢なカニ、カニ斉藤さん食べに来たぞ。最後に福が来ますようにと心を込めた満腹カニ玉あんかけだよ。いい年になりそうだ。なりますよ。心のうどん丸亀製麺。カニ